私なんかもう、ずっとだから、高校とか大学とかの時に、うん、全然人好きにならないなと思ってて、うん、それで人っていうのはだから男だったわけなんだけど、うん、私の場合は大学の時になんで人好きにならないんだろうなって思い始めて、うん、自分を振り返った時にああそうなんだ私は男じゃなくて女が好きなんだっていうふうに気がついたわけだけど、結局あやさんの場合はそれそうではなく、うん、最初に男はこういうふうにやらねばならぬっていうのがあったから、必死にそのレールを踏み外さないように行ってきて、それで最後で破綻して、自分のこと、じゃあ結局原点に帰って、私はじゃあどう誰が好きなんだろう、どういうふうなことをしたいんだろうっていうふうに戻らざるを得なかったっていうことになりますね。だからなんか男であらねば圧力っていうのはすごいんだって、なんか僕はそれわかんないわってなんかまた、わかんないなって思ったけど、周りを見てるとそれにしがみついてるっていうか、そこに外れることの恐怖で男性性を過剰に誇示していることを本人も意識していないで振る舞ってる人っていっぱいいるわけ、例えば会社のね人たちとかも、そうそれは本当強固なんだねそういうのってねって思うよ。だからいかにそのジェンダーの威力ってすごいね、だってこう言っていいか分かんないけどさ、去年の大晦日にさ紅白見たんだけど、全然知らなかったんだけど、なんか突然4チャンネルのアナウンサーがボーって出てきてなんか歌を歌ったんだけど、歌っていうかなんか誰かが歌を歌って、なんであそこに4チャンネルのアナウンサーが出てきて歌のも全然わかんないんだけど、なんか歌を初めて聞いたらなんかすごいお父さん頑張るみたいな曲だったね。でもそれ聞いた時になんかものすごいね、これだからあの日本で自殺する人が男の人ばっかりなんだなっていうのがよく分かったの。だってあそこのとこでなんかお父さんは家族を守んなきゃいけなくて、で会社で敵と戦ってみたいな、でも強くなければならないみたいなことがさ、結局なんかあそこの歌でそういう風にやったら、あれ聞いてね、嫌になる人もいると思うんだけど、でも嫌って言ったらここから外れるってことだからっていうことで、あの曲ってすごく残酷で何人人殺してんだろうと思ったよ、はっきり言って。だからね、そういうのがなんかすごい 美談っていうか、なんか これがなんかまあ正しいっていうか美しいんですよみたいな感じがあの曲からすごくしてきて、だからそれでさ、感動できる人っていうのはいかに自分が恵まれた状態でいるかっていうのに、多分客観視して見れてないよね、だからあれ聞いてね、すごい苦しくてしょうがないのにって思ってる人ってすごくたくさんいるんだろうなって、思ったのね。チクチクする人って、ね、そうだから実はいっぱいいるよね、で今はなんかだからね、うつ病で休職中とかそういう人も多いのにが、ああいう曲聴いたらすごい嫌な気分するだろうなとかね、いろいろそういうことをあの曲聴いてうわーって思ったんだけど、だからそういうんだよね、やっぱり男の人って結局そういうものを、あのまあ随分古いけど24時間戦いますかとか、そうなんで全部男の人がなんで戦わなきゃいけないのっていう感じで、だけど自分はなんか戦わなきゃいけないんだっていうのをもうあの疑問とも思わずに突っ走ってって、でそれを苦しいとも何とも言えずに、ある日突然ポキンと折れて自殺しましたとか、そういうのって結構あるんじゃないの。だから日本人のその自殺者が毎年3万人前後っていう、でその中の大半が男ですよっていうのはそういう意味なんじゃないですか。だからなんかこういう言い方あれかもしれないけど、ゲイであるっていうのはなんかね、受け入れるまでいろいろなんかそのホモホビアと戦ったけれども、受け入れて割と自分がその生活で安定してみると、すごくだからそういうことでやってる同世代の男として生きている人たちの生き方に、自分はそれをやろうとは思わないから、本当大変だなってこう見てられるっていうのはなんかそういう意味ではゲイでよかったなっていうか、ゲイ出すって親に言えば、だからそのレールにあなたは乗らない人なのねっていう意味での納得のされ方はされるから、ある意味そういう楽になられてる部分っていうのはあるなっていうことは思うね。そうそう、だから私はだからそれで結局そこからの逃げ方っていうか、そこから逃れるのに、何を選んだかって、これを選んだんですよね。選んだというよりはこういうふうになっていく道が備わってたんだとは思うんですけども、だからじゃあ結局は一番辛かったのは男で鳴らされてることが辛くて、でそこから逃げるために
ちょっとああなんか女の人の格好がしたいなって思ったってことです。だからそうですね、もう男のだからその縛りから逃げるためにはって考えた時に男女の二極化しかしかなかったなかったんですよ。自分の中ではね、その時は、ね、完全にセクシャルマイノリティだの、ゲイ、レズビアンとかさ、全く多分認識されてない情報としてどっからも入ってないんだよね。どっからも入ってないんですよ。そうするとそこに行くしかないんだよね、本当に、ね、そう、だから完全にホモフィジアだったんですよ、うん、ごめん、だからこうして、うん、いや別に、うん、そう、こうして言ってること自体が不思議なくらいに、うん、5年ぐらい前っていうのは、うんうん、そう、ホモフィアだったって書いてあったんだけど、ね、じゃあそのゲイとかレズとかっていう人とまさか仲良くなるなんてそんな夢にも、うん、気持ち悪いとかも思ってた、思ってた僕も思ってた、あ、でももう8年前まで完全にそう、あ、私は高校の時にブログ書きながらやっとそれが解けていった。あ、そうなんだ、私は、うん、だって私は高校の時にね、女の子がチョコミって、うわ気持ち悪いって思ってたからね、それはだから思ってたね、私もね、うん、でもそれがなんかそういう風になっていかざるを得ない自分がいてた時にって思いながら、だからその頃ね、恋愛とかセックスっていうのだけで考えていくと、ちょっと恋愛はその頃もやる余裕なかったですね、最初の頃は、うん、この4年前、うん、3年前ぐらいっていうのはもうだから自分がいかに生きるかっていうので、うん、ね、自分のことがまず第一で、恋愛は相手が入ってくるからね、うん、入ってくるから、なんか恋愛する余裕がなかったのは、で自分のことを考えて、で自分のことを考えたらやっぱり、男であることを降りるってことは女の格好をするっていうこと、そうそうそう、で女の格好をしだして少し落ち着き出すと、女の人がいろいろとこう見えてきたりするわけですよね。でさっきの言った話の前にもちらっとなんかカムかけられて、いわゆるその気があるのよって言われたこともあって、多少ちょっとお金をむしり取られた経験もあるようなこともあったんです。二十歳の頃の、いやいやいや、この3年、3年、4年、この3、4年の時に、うん、女装しだした頃に、あ、女装しだした頃、うん、そう、あなたの女装応援するわとか言って近寄ってきたやつがおって、女がおってちょっとお金取られたんですけども、まあそれもあったんですけども、まあまあだからそういう経験でもだからその頃ももう、含めて、んでさっき言った素人でそれぞれの子を好きになったっていう頃もまだ男を引きずってたんですよね、うん、だから それはだから恋愛をしたいというか恋愛をしなければいけないっていう延長線上がまだそこまで来てたんですよね。うん、だからその要するに子供の頃から二十歳からずっと30代、うん、40代ずっとまだそのいわゆる引かれた路線の名残がまだそこいくら女装してたとも言っても残ってたんですよ。結局男のジェンダーがまだ残ってて、うん、でなんかその要するに男っては女の人なんかこう楽しませないといけないとか、うん、なんかまだ引きずったまんま女装してたのが事実ですよね、うんうん、で最初の頃のキャラはそんな感じのキャラだったもん、うん、あった頃は、うん、どういう感じだった？なんか女の格好をしてるけれども、うん、なんか振る舞いなりしゃとか喋り方はもう男っぽい。あ、そうなんだ、うん、すごいゴツゴツしたイメージ。そうそう、ゴツゴツしてる、ゴツゴツした人だけど格好は、うん、まあ、なんかスカートだよなって、うん、まあ、よくわかんないんですけど、その女装をしようと思って、で具体的にそのどこに行っていいかよく分からなかったとか、そういうことはないんですよ。